ションコントロールより発令。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ガンダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解、待機モードへ移行する。マグネットコーティングの性能が予定通りならガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後、高機動体系の感想もありますよね。あんまりスピードが上がると乗っているこっちの身が戻らないけどな。エンコーダーマークは正常です。ガンダムの現在のステータスを報告せよ。 All models are ready and good to go。 両足の民族機の発達抵抗を目標値に挟んでいます。このマグネットトーキング機のパーツの感想が全関節で完了すれば応答性も倍以上になるはずですね。 F00 完璧に見立てるかどうかパイロットの腕次第ですので気に障る言い方ですね。ミッションに集中するように。また怒られちゃうな。期待してるのがクリオピスだって。こっちはブルーガイズじゃないんだから。言語ってもんな。クーアンサスメイドプリッツスタンセスティングマニプレイターデコレーション。最近収まったんだろ。素晴らしいですね。システム開発チームの吉田チームもプログラムが安定してきたって言ってましたよ。そうお願いしたいね。君のくっきりフライト実験の時はもうさすがにダメだと思ったんだからな。Thank you.
諸君、君たちのオリジナル AI だ。あの4人は惑星ショックの時地球を救おうとしてアンシャー・アーズナムと一緒に消息不明になった。そう聞いている。そう、あの時の記憶ならはっきりと覚えている。隕石落としを止めるために敵も味方も関係なく、あの場にいた全ての人々が力を貸してくれた。サイコフレームの輝きに導かれるように。ランダム F00 聞こえているのか？誰か飛んでいます。なぜ自分の命を懸けてまでアクシズを止めようとしたんですか？それは自然なことだよ。未来に向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことなら命だってかけられるということだ。誰だ？誰と話している？間違いありません。音声信号は F00 自身から発信されています。まさかオリジナル AI？ オリジナル AI が自らの意思でメッセージを送っているというのか？君もカンダムのパイロットなら分かるはずだ。人類は争うことをやめようとしない。そして何度も同じ過ちを繰り返す。それでも希望を捨ててはいけない。どんな時もガンダムのパイロットたちはこれまでこれからも未来へと向かう可能性をつないでいく。そういう運命なんだ。そんなこと言われなんて俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は誰にだってある。そう、これからの時代は君たちのものだ。もう時間が来たようだ。僕はまた眠りにつく。あなたと嬉しかったよ。君の金色の髪と青い瞳は懐かしい人を思い出させる。いつか僕は取りかかるんだ。了解。了解。